そっと胸に手を当てて研ぎ澄ますこの心広がる鮮やかな世界完成できらめくずっと駆け抜けてきた道たくさんの出会いがあって大切な気持ちも抱いてきたからねえ限界なんてないでしょあなたが決めるもの You can do it be yourself 後悔なんてまだ知らないいつも愛に包まれて今日までの足跡を作ってきたからねえここが本当のスタート果てなく駆け上がる積み重ねた時間はまだ見ぬ力に一番最初に作った応援ソング応援ソングね応援ソングになっているので今はね他にもこうエールを送るような曲はいろいろあるんですけども、この曲もねぜひぜひ一緒に手を振って楽しんでもらってこれからねいろんな景色を見れたらなと思います。あ、こんな時間だね。ちょっとだけ MC が来て次の曲振ろうと思ったぐらいにあれやべ言ったよね。振ろうと思ったくらいに獅子座って頭に浮かんだの。ここで言うんやと思った。そう、獅子座って出てきて、わっこれそうや朝絶対 MC で言おうと思ってたんやと思ってちょっと無理やり突っ込んだの。なんかあれですね、
ここはこちらですか。違う、ごめんなさい、すいません、こんな講習の終わりでもね、そんな経緯があったの。本当はね、最初に言おうと思ったけど、どうしてもこれは今日ワンマンで言いたかったから。ああね、そう、獅子座1位だよ、トランプ口ジョーカー出るよっていうの。それね、せっかく言えたら、せっかくやから、あ、乙女座もちゃんと見といてほしかったです。でもね、もうね、1位獅子座って出て、3位魚座って出た時点で、あ、3位魚座、あ、OK、もうね、そこから見てない、お化粧してた、満足してしまってね、すいません。あ、きっと、あの、5位くらいだったんじゃない？ちょ、適当ですよ。ビリじゃなかったから大丈夫です。ビリは誰でした？見てない。見てない。もしかしたらビリやったかもしれない。すいません、そんなの置いといてさ、最後の曲行こう。はい、行きましょう。第1部ね、第1部の最後の曲に、そうですよ、はい、行きたいと思います。はい、えさあ、春の曲、はい、うん、ちょうど言ったからね。ありがとうございます。今こんな MC してたらちょっと視聴者増えたで。はじめまして、クレッセントの花と言います。関西を中心に、活動しているユニットなので、雑談みたいな方がいいわけですね。そうじゃない、歌の方がいい。歌いこ、歌いこ歌いこ、本業本業、聞いてください、ラブブロッサム。